はい、どうも皆さん、こんにちは、クロシです。ということで、オーバーウォッチやっていきたいと思います。じゃあ、クイックプレイやっていきましょう。ですね、まあ、今回は、ゼニナッタを練習していきたいかなと思ってます。またね、今週も適当にサボりがちなんですけども、で、サボって、まあ、単純に言えばさ、まあ、あれなんだよね、PC やってる時間がそこまで長くないっていうのが本音で、いや、まあ、まあ、普通の学生だったら、まあ、時間で言うと、まあ、4時とか5時に帰ってきて、まあ、ウエストが挟んで1時間とか。で、あと、まあ、正確、まあ、5時ぐらいから始めるとして、いや、これ、それはおかしいな。4、5、6で2時間でしょ？で、まあ、7か。で、3時間。7、8で飯とか食べるじゃん。で、9、10、11で、だいたい、6時間ぐらいしか遊べないんですよ。5時間か、これ5時間とかしかできないから、5時間はね、きつい。5時間で動画撮って編集して自分でも遊んでみたいな。いや、無理ですよ。ということで、今現在ね、深夜の2時でございます。それに今ね、僕9時ぐらいから、9時かな、10時、9時とか10時からの12時ぐらいまでか、1時ぐらいまで、今、クラン活動とかしてて、いや、ぶっちゃけきついですね。いや、本当にきつくて、今も。全然ね、使えるキャラが増えない、増えるっていうか、もう増やす時間もないぐらいのレベルで。チェジマくん、あの、まあ、どっち、あの、うち一応クラン名がファランクスっていう名前なんですけど、のクランで今活動してて、今、ゼニナッタの練習をしてくれと、くんさんから言われたので、ちょっと頑張って練習していきたいと思います。もう一つね、ラインハルトも使えるようになってほしいと言われたんですけど、まあ、せっかくなら、ラインハルトはもう多少使えるので、できればね、ゼニナッタでも使えるようになったらいいかなと思うので、ちょっと頑張ってゼニナッタを使えるように練習していきたいかなと思ってます。いいね、楽しいな、これ。あ、ちょっと防衛か。なんでやねん。くちゃまや、めっちゃ。いいね。最強感出てるね。で、さっきのオフェンスでずっとリーパーで今日戦ってて、おだれ今日評判良かったらしくて、いや、結構割とモチベーション上がるなと思いつつ、バイブス上がりますね、みたいな感じでやってたんですけど。バスティオンいるな、あれ。張ってくれ。もう割れるな、絶対しよう。ですね、こいつの場合はね、基本的には、リーパーにくっつけて、リーパーにくっつければ多分自分でもやれる。あれ？ああ、他のスナイパーがいたのか。ごめん、見てなかった。スナイパーとかも割とやれるんですよ。なんで、できればね、アタッカー寄りの、あれをやっていきたい、立ち回りしていたなと思ってて、負荷の、負荷だっけ、負荷のオブで減らして、それでね、ちょっとやれたらなって感じがするの。ん？って感じなんで、ちょっと頑張ってやってみます。できればね、僕、ルシオは一応使えるようになったので、ルシオは結構楽しいなと思ってますよ。ダメだ。待って、やばいやばい。ハルトがやべえ、ハルトがやべえ。回復がね、範囲回復じゃないから難しいんだよね。なんかな、回復はなんか二の次みたいな感じなのかな。今日、くんさんがやってたやつがめっちゃ強くて、やばって思うから強くてですね。ダメだね。あれはとして、負荷のオブで。負荷のオブ使うとめっちゃ敵の HP の減り方早くなってて、あ、抜かれた。なんかあんまタンクが機能してないから下手に戦いづらいっていうとこもある。いいや、今回はヒール寄りでいこうかな、少しだけ。
まあ大して使ったこともないので、とりあえず昼寄りで頑張ってみよう。いいね、楽しいね。いや毎回ちょっとね、喋れなくなるとすげえ、ちょっと騒音っていうか、なんていうんだろう、毎回だっていうか、あれの付属のね、付属っていうか、あれあのなんかミキサーを買、ミキサーって言ったらもうそこまでいいものでもないんですけど、そう買ったので、やばい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 、俺 HP 引く、俺 HP 引く、俺ルッシュみたいにね、連射力ないから結構難しいとこであるよね。ルッシュはさ、機動力あるじゃん、何せ。あれがやっぱ強いなって今でも思わされますね。なんだろう、こっちとさ、こっちどっちが強いんだろう。いや、なんかコンボ楽しいね、少しだけ。使うか、この辺で。みんな HP 低いしな、もう。君前線行くでしょ、少し接続は。回復せど行って、俺一人で来るとこじゃなかった。持ってかれたの？ちょっと待って、なんでバレた今の。おい、完全にバックドアされとるやん。それは雑手だわ。さすがに倒し寄りに過ぎたかな。倒すっても多分オフェンスぐらいなんだよね、ぶっちゃけ言えば。え、そこか。ここ絶対守りでかないと、これから先結構厳しくなるぞ。いいね、楽しいな、これ。だけど速攻性も高いね。これ悪くないね、別に。なんか来てるな、リーパー。リーパーに来てる。わぁ、バスティオン。はぁ、バスティオンか。全員に対してバスティオンを誰も潰しに行かないっていうね。さすがノサバ。もういい。ここまで来るとマジでもういい。ノサバはさすがにきつかったかな。あー当たんないし、使っちゃえ。ティピンポイントで君落ちてきましたね。決め打ちされるとマジで話なんねえからきついよね。ダメだ、うちのパーティーボロボロだ。これはきつい。どうやろうとしてもね、味方がボロボロだとどうにもなんないんですよね。これ溜めときたら強いんですけど、溜めときないからさ、ポイント本当に狙って打たないといけなくなるよね。めんどくさ。なんかこういう人は本当にみんなフルパでやる方が楽しいよ、多分。だってフルパでやんないじゃん。だってサポートが楽しくないもん、根本的には。
サポートやってもさ、こういう風にさ、ゴミみたいなところに置かれるしさ、それを倒しにもいかないしさ、バスティオンも倒してもないし、みたいな、ああいうさ、適当にはびこらせるようなところ、こういうの沢がダメなんだよね。いや、ビーフみたいなほとんど個人距離みたいなのがあったらいいよ、別に。はっきり言えば。で、5対5のそういうあれだったら終わりだけどさ、それだったら別にこんなんでもいいさ、俺は。でも、どうしても思うんだよね。どうしてもこういうあれになると、どうしてもこういうクソ地雷みたいなやつが湧いちゃうんだよね。わあ、ほら。もういかに何も見てないかだよね。それじゃあ、たまに足音も聞こえたよ、あの位置だと。何も見てないもん。無能だもん、完全に。だからこれもね、人工は無能ボット。いや、本当は無能ボットだよ、これは。無能すぎるもん、いくらなんでも。スナイパーを排除しようともしない。いや、いいよ、こんなの。適当に行こうぜ。扱ったのはわざとだよな。ナイス。ほら、リーパーにさ、こんだけさ、陣地内暴れ回らして何も言ってないみたいな、こう、少しすぎるわ。お疲れ。俺は死んだろ。はい、お疲れ。無理。来たね。あの女来たね。頑張って逃げましょうね。バレてたね。もう一回バレてたね。マジ勝てそうだったね、今。すげえ、これで勝てそうなの？すごいですね。よし、OK。ちょっと分かってきたぞ。分かってたら、とりあえずここはやられますね。はい、お疲れ様でした。という感じで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にも、オーバーウォッチの動画とか上げれるので、よろしくお願いいたします。では、さようなら。